岡部長親は、江戸時代後期の大名。泉国岸和田藩九代藩主。官位は、十五位下、美の守。る。岸和田藩岡部家十代。八代藩主、岡部長、備えの次男として誕生。母はその側室とされる。陽名は千夜。通称は、大二郎。号は南山。次男として生まれたが、四次であった兄の長州と父が、今日は三年に。 相次いで死去したため家督を継いだ。この頃、岸和田藩は不採算をなすとまで言われるほど犯罪性が悪化していたため、蝶誠は自ら権約に努め、新税の導入、大阪商人の登用、家臣の六高を抑制などを行った。さらに文部を奨励し、家臣に不正があれば、厳しく罰した。しかし優しい一面もあり、 家臣が病気になった時には、よくいたわったと言われている。文化八年、水間寺本堂を再建し、文青年間までに書道を再興した。天保四年十一月二十四日、長男の長和に家督を譲って隠居したが、反省の失勢は続けた。隠居の後、藩士をまとめ上げた、岡部四角を作った。校歌四年、小野蘭山孔実の本像項目啓蒙が、 反義の消失により、絶版となっていたことを惜しみ、重低本像項目啓蒙として復刊させ、さらに加英2年、ハットリセッサイラに図を描かせ、本像項目図譜として刊行させた。加英4年、反ン講習館を設立し、受学者、相馬級方を招聘してその講師とした。安政5年12月25日、72歳で死去した。母書は、 東京都新宿区江の町の最小寺、ありがとうございます。